埼玉県和光市松の木島交差点付近和光、富士見バイパスは、埼玉県和光市の国道254号、松の木島交差点から、埼玉県富士見市の上南畑交差点までの、延長 6.85km のバイパス道路である。現在、一部区間のみの供用中、二千十七年から第二期工事が着工し、下南畑交差点から、 四季街道までの区間は2021年度開通予定となっている。また、2019年に松の木島交差点から東京都方面への延伸が埼玉県、東京都より発表された。第1期整備区間の終点埼玉県道79号、浅川原美線との交点、新森京都交差点国道254号は東京都文京区から埼玉県西部、 群馬県南部を横断して長野県松本市に至る広域幹線道路であり、とりわけ埼玉県区間では川越街道と呼ばれ、並行する関越自動車道や環状道路の東京外環自動車道、首都圏中央連絡自動車道と連結することで域内の物流基盤を保管している。それゆえ大型貨物自動車などが頻繁に往来する。一方、当該道路は 地域住民の生活道路としても機能している関係で、とりわけ、新座市においては、埼玉県道、東京都道4十号埼玉東村山線と、交差する伸び止め交差点を筆頭に、渋滞や交通事故が頻発している。こうした状況を踏まえ、隣接する当時有料であった富士見川越えバイパスらと、共に国道254号の広域バイパスとして計画されたのが、 和光富士見バイパスである。事業は、県道浅川わらび線と交差する、朝霞市上内間目までの区間を、第1期整備区間、朝霞市上内巻から、終点の富士見市下南畑までの区間を、第2期整備区間として整備が進められ、うち、第1期整備区間は2010年までに、暫定に車線ながら完成し、2020年3月31日に、4車線化が完成した。 第二整備区間については、当初、地上国道部4車線と高下部4車線の、K8 車線として計画されたため道路計画幅は36から42メートルにも及び、富士見川越バイパスの本道との接続部は、中央分離帯が非常に広く取られている。しかし、立ち抜きを強いられる、敷種中宗岡で、住民の反対運動により工事着工が、大幅に遅れたことや、社会、 経済情勢の変化により2006年度に事業の見直しを行い将来交通量の推定結果から原則として完成4車線として建設が進められることが決定したため自動車専用道路部の建設は事実上撤回となった反対運動のある式市内のルートについては市街地内を通過することから平面、高架、地下の3つの案を検討していたが アンケートでの調査結果や意見募集で平面案への指示が多数だったこと、平面構造の建設コストが最も安価であることなどを勘案した結果、平面構造とすることが決定された。道路建設予定地に建てられた印。第2期整備区間では、高架平面合わせて8車線の道路を敷地の市街地に通す計画であったことから、騒音、振動や、 大気汚染などの環境悪化、地域分断などを懸念する声が根強く、事態はこ着して、長らく進展は見られなかった。第1期整備区間の開通に伴い、松の木島交差点、新森共同交差点間の通過時間が、開通前の平均約16分から平均約6分となり、約10分短縮された。また、バイパスルートへの転換に伴い、 埼玉県道79号浅川ラビ0 0 7の気候差点の渋滞も解消されている。和光富士見バイパス富士見川越えバイパス。ありがとうございます。